皆様こんにちは、あずみです。ここ最近バイクの修理のために工具へ予算をかけているあずみですが、我ながら DIY にどっぷり使ってきたなぁと感じているあずみです。始めた当初は工具の知識もなく、どの工具を買ったらいいのかとナスさんに相談しまくってました。インパクトドライバーと電動ドライバーなんてほとんど形同じだし、用途を分ける意味すらわからないんですから。これから DIY を始めたい、何を揃えたらいいのかに悩んでしまって始められないといった DIY 女子のための工具ブランド DIY ガールズより女性用コンパクトタイプドライバーセットをご紹介したいと思います。 DIY ガールは総合会社ラウルトレーディングさんが展開されている女性と工具という部分に焦点を当てた工具ブランドです。お話をいただいて私自身も紹介したいと思ったのでお引き受けしているんですが、悪いところがあればガンガンディスっていきますよと事前にお話をしておりますので、しっかりと本音でレビューしていきたいと思います。このドライバーセット、コンセプトが DIY 女子デビューということで、外箱が木目の可愛らしいデザインになっています。毎日工具を使う方々との違いはまさにこういうところで、年に数回使うかなというユーザーにとっては収納していてごつイメージよりおしゃれに収納していたいですもんね。さて中身なんですが、開けていきましょう。私今回これレビューするためにちょっと先に開けさせていただいてるんですけれども、ほんとすごく可愛いんです。まず出してすぐに留め具がピンクなんです。でこのラベルなんですけれども、丸文字で淡い色のイラストがついてるんですよね。すごいこれも素敵です。そして中開けていきます。はい、このようにドライバーまでピンクなんです。ほんと DIY 女子デビューを考えられてますよね。かわいい。でもこれピンクもかわいいんですけれども、あずみ的にはカラーバリエーションオレンジとか迷彩柄とかも欲しいかなっていう感じです。はい、説明書をちょっと読んでみたんですけれども、理解している人向けではなく、始めるならここに気をつけてといった視点での説明をされていますね。で最後のページなんですけれども、ここわからないこと、困ったことがありましたらお問い合わせくださいとあるんですが、ここの社長さん元大工さんなんです。ということは DIY にプロの方がバックアップしてくれるという特典付きとも言えますね。一通り見ての感想ですが、デビューから欲が出るまでに全て対応しているイメージです。ドライバーに関しては以前よりたくさん動画にしていますが、大きさ、長さ、種類がかなり豊富で、六角ソケットもあるのでスチール棚、狭い場所でも作業ができるフレキシブルシャフト、ポジビットも付属しているので海外製品と、小物作りから家具の組み立てまで基本的な作業は全て対応できると思ってもいいかなと思います。それでは肝心のドライバーですが、以前紹介したこれと比較していきましょう。この商品も同じようにツイストタイプで使う場所を選びません。以前の製品と比べてツイストロックのボタンが硬くないのと、ボタン位置が使いやすいです。電池残量についてはレベル表示になっていますので親切ですね。次に重量、以前のドライバーは 365g、今回のドライバーは 415g と若干ではありますが重たくなっています。どれぐらいの差かといえば、工具をよく使う人にとってはどちらも軽く感じるレベルで、個人的には残念ながらディスるほどでもないかなって感じですね。ということで今回は実際にこちらの工具を使ってホームセンターカラーボックスと IKEA で購入してきたブリキの棚を組み立てていきたいと思います。安住工場委員会。はい、今回ですね、この動画を撮る前にラウルトレーディングさんのところに、うまくネジ締めができないんですがどうしたらよいですかという質問があったそうで、カラーボックスの前に完全な初心者さんに向けた電動ドライバーの使い方も合わせてご紹介していきたいと思います。確かに電動工具ってどこに力を入れていいのか、あの動画ではこんな感じでやっていたなとほとんどが見よう見まねで、ネジやビットを潰してしまったり、せっかく作った木材割ってしまったり失敗しちゃいますよね。私自身未だにネジ締めは苦手です。ただ DIY 歴2年分だけですがアドバイスできると思いますので、木材にネジを締めていきたいと思います。それではまずフックを木材にネジ止め固定やっていきたいと思います。左側の私はよくある失敗を、
右側の私はその失敗をしない方法で作業していきます。私も始めた頃よくやっていた失敗をやっていきます。今でもたまにやっちゃうんですけどね。ではネジ締めていきます。木材にネジを締める場合にはドリルで下穴を開ける必要があります。まずドライバーのクラッチ機能をドリルの柄に合わせます。これで下穴を木材に対して直角に開けていきます。先に下穴を開けることでネジ締めもすんなり、木材も割れないというメリットがあります。デメリットは二度寝間っていうことぐらいです。次にネジを締めていきます。クラッチ機能を3に合わせます。ネジを締めていくんですが、イメージとしては回転させようとするのではなく、ネジにビットを押し付けるイメージでやっていってください。この方法で行えば基本的には失敗しないです。下穴を直角に開けること、ネジにビットを押し付けるように力を入れること、まずはこの2点に気をつけてやってみてください。このようにネジが奥まで入っていかなかった時はクラッチ機能を4にして行ってみてください。ドライバーの力が弱くて入っていかないんだと思います。これできちんと締めることができました。それではまずホームセンターのカラーボックスから組み立てていきたいと思います。まずはカラーボックス完成しました。だいたい時間が10分ぐらいかな。やっぱり工具使うと簡単ですね。はい、最後に IKEA さんのブリキの棚を組み立てていきたいと思います。今回なぜ IKEA さんのブリキの棚を組み立てているのかというと、それはこちら。ネジにはポジビットとフィリップスの違いがあるためです。海外、特にヨーロッパ製品にはこのポジビット、ポジドライブのネジを使用してありますが、日本国内ではこちらのフィリップス規格が使われています。そのためホームセンターブランドの格安電動工具を購入すると、他にポジビットを購入しないといけないので、電動工具では作業できないんです。
はい、それではイケアさんのこちらのブリキの棚作っていきたいと思います。ブリキの棚完成しました。今時間にしてだいたい30分から40分くらいかかっていると思います。少し大きさも大きくなっているので、その分時間かかっているかなっていう感じです。ただブリキが少し曲がってて組み立てるの大変でした。安住工場委員会、いかがでしたでしょうか。今回女性用コンパクトタイプドライバーセットを紹介してきましたが、このセット結論はいい工具なんでしょうか。マキタさんをはじめとする有名メーカーさんの電動工具は間違いなくいい工具です。ではこの工具は悪い工具なのか、答えは人それぞれなんです。使う人のスキル、買う人の予算、使う環境や頻度、私自身工具に対する考え方は変わってきています。初めの頃は高い工具は無理、もう多少使いづらくても安いものがいいと考えてました。しかし3年目の今では、以前紹介した KTC さんの工具のように多少予算をかけても精度や耐久性が欲しいと感じています。だからといって初めの頃の考え方は間違ってるとも思いません。買い直すことも損だとは思いません。なぜなら安く買った工具を揃えたおかげで色々と経験ができたからです。この女性用コンパクトタイプドライバーセット、コンセプトが DIY デビューと本当に極端なコンセプトです。そのコンセプトに沿って考えればいい工具ではないでしょうか。 DIY を始めたいという方にはこのドライバーセット、いろいろな経験をプレゼントしてくれると思いますよ。やっぱり女性としては見た目も可愛い方がいいですしね。ということで、いろいろな経験をプレゼントしてくれるこのドライバーセット、ラウルトレーディング様より皆様への5月のプレゼント企画に5名様分ご提供いただきました。そして今回のプレゼント企画は女性限定になります。男性の皆様ごめんなさい。応募方法はもちろんおはがきで、宛先はこちら。今回はハンドルネーム、住所、お名前とアンケートのご記入をお願いいたします。アンケートの内容はこちら。応募の締め切りは4月25日消印有効で、5月の中旬頃に抽選ライブを行いたいと思います。今回の動画は DIY ガールズ合同会社ラウルトレーディング様の提供でお送りしました。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。